幸せとは
ミュージックブックをお越しくださりありがとうございます。2曲続けて歌わせていただきました。リオです。よろしくお願いいたします。今日、5月24日が誕生日で、18歳最初のライブ、今日緊張していいものを作れたらと思っていつも以上に頑張ってます。はい。最初聴いていただいた2曲、瞬きと恋は、私がノーストラックさんに所属させていただいて、初めてソロでライブデビューした時歌わせていただいた2曲で、18歳になってもう1回初めてやった時の曲をやろうと思ってやらせていただきました。今日はあと残り2曲やらせていただきます。では次の曲に行きたいと思います。聴いてください。川沿いに咲い
いただきたいと思います。6月 MB が6月の12日と24日にあります。で、私は6月はちょっと学生の本業といいますか中間コーサーがありまして、ちょっと勉強しなきゃいけないのでソロはお休みさせていただいて、で12日もちょっと12日と24日クォーサーのコーサーはあるんですけど、私12日がちょっと出れなくて、で6月24日のみの参加となりますが、皆さん、12日24日ぜひお越しいただければと思います。はい、熱い MC がすごいちょっと苦手なんですけど、すごい暑いなと、最近5月ですけど北海道31度ないし39度更新した地域もありまして、で5月って本来まだ涼しいじゃないですか。で道民の皆さんは多分5月に暑さの耐性がないと思うんですね。なので8月だったら耐えれる気温のこの時期がすごい暑くて、すごい5月病とかがずっと続きそうな予感がしてます。5月病夏バテがちょっと続きそうだなと思ってます。はい、はい、次の曲に行きたいと思います。次最後の曲になります。次はですね、ダンシングヒーローをやらせていただきたいと思います。富岡高校の皆さんが、ダンスのカバーをして結構一躍有名になったと思うんですけど、その富岡高校さんの振りと本来の振りを交えて少し踊りながら 歌いたいと思います。それでは聴いてください。誘っても来れない。キャンプがないと
ごく楽しんでいってください。ゆうちゃんがね、24日に誕生日を迎えまして18歳ですよ。ということで、りおちゃんいますか？来た来た来た。はい、はい、りおちゃんです。今日はね、りおちゃんのために用意してきました。準備できてるかわかんないけど、どうぞ。将来のいろいろがあって、でこの活動といろいろ全部健康に体をじゃない、体調を崩すことなく怪我せず1年頑張っていけたらなと思います。あと18歳なので選挙にちゃんと行きます。はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なんかね、トミーにさっきね、持ってきてって言ったんだけど、あさかちゃんが持ってきてる。あさかちゃんいつもケーキ持ってきてくれるから、ありがとうね。はい、ということで、改めて拍手、りおちゃん、おめでとうございます。はい、お付き合いいただきありがとうございます。では、この後、物販交流を始めましょう。ありがとうございました。持ってもらうスタイルで。写真どうぞ、写真。これはどこじゃあ目線ください。はい、3、2、1、はい、OK。 ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ一人で出てきた。何もいなくて。